ガンダーは、カナダニューファンドランドラブラドール州にある町。ニューファンドランド島の北東部に位置し、ガンダー湾から南に 40km、トゥイリンゲートから南に 100km の場所である。ガンダー湖の北東岸にあり、かつては大西洋を飛ぶ航空機の経由地として重要であったガンダー国際空港がある。北米大陸の東端に近い場所として、百三十五年に、 空港建設地として選ばれた。1938年にニューファンドランド空港が開港。第二次世界大戦中、カナダ軍、イギリス軍、アメリカ軍関係者、約1万人がガンダーに居住した。イギリス空軍のヨーロッパへの経由地として戦略拠点となった。戦後は民用空港となり、 ガンダーの町は滑走路から離れた安全な場所に移された。現在の市街地は1950年代に建設され、1958年に現状制施行、空港近辺の入植地は放棄された。ガンダー国際空港は2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件の発生を受け、カナダ交通省と連邦航空局によって、 北米のすべての空域が閉鎖された際に重要な役割を果たすこととなった。イエローリボン作戦の一環で大西洋便航空気39機がガンダー国際空港に着陸を命じられた。住民の66%にあたる6,600人以上の乗客乗員はガンダーに空域が解放され運航開始まで3日間滞在することとなった。ガンダー及び 近郊の住民は自宅なども開放し、乗員乗客を歓待した。この時のガンダー住民の協力は大変感謝され、その後多くのテレビ番組や書籍に取り上げられた。2006年の国勢調査では、ガンダーの人口は9951人。世帯数は4135。白人系住民がほとんどを占め、最大のマイノリティは、先住民、その後黒人、 インド系、中国系と続く。ヒストリーオブガンダー。ありがとうございます。